血がたぎるものが少々特殊でして、茶色いあれにまみれた、女性にしか反応してくれません。ネットで探せばいくらでもそのような動画は転がっていますので、ご自愛する分には満足もできますし問題ありませんでした。しかし彼女ができたとなると話は変わってきます。お互い高校生で血気盛んな時期です。そりゃそういう雰囲気にもなります。しかし前述の通り、私の息子はまみれ汚れた女性にしか真の姿を見せてはくれません。今までまだ付き合ったばっかりだし、そういうのは早いんじゃないかなどとごまかしてきました。ですがもう付き合って3ヶ月、さすがに彼女もしびれを切らしてきて、私も限界を感じてきています。思い切って暴露してしまった方がいいのでしょうか、幻滅されないでしょうか、もしくは私の息子に別の趣味を見つけさせる方法とかないですかね。ほんと気持ち悪い話ですいませんでしたといただきましたが、大丈夫です。気持ち悪いなんて少しも思いません。なぜならわっちは夕霧だからです。ありがとうございます。なんだって受け止めるよ、なんだって。これはですね、まあ言うことが多いな。言うことが多い。わかるわかる、あの彼女のね圧って感じますよね、それはね。で、じゃあ一個ずつこうね思い込み、これはどれなのかな、これはまあ正義に近づいてくる正義の話なのかなって思うんですけれども、まあまずその人はね違うことが自然だとわっちは思うので、その何に欲情するかっていうのはね、それはもう全然違って当然だと思いますし、その付き合って3ヶ月とかね、付き合ってどんぐらい経ったらするもんだみたいな、その正義というかこうあるべきだろうみたいなのっていうのもまたこう人によってね変わってくると思うので、まあ、まず一つ言いたいのは、別にその付き合ったからといって絶対にエチチなことをしなきゃいけないかっていうと、そういうわけじゃないよっていう、なんかその付き合った、手つなぐ、キスする、エッチするみたいなのが、なんかわっちもそうなんですけど、中学生とか高校生の時とかってそれがこう一連の流れで絶対にするものみたいにわっちは思い込んでいた時期があったんですけど、やっぱりエチチってそういうものではなく、なんかお互いにしたいと思う時期があったりとか、あとはそのそれらの準備ですよね、初めてする人に向けたその避妊の動画とか、あと性感染症についての動画は他にいっぱいあるので、ぜひね、まずはその彼女さんも含めて、どういうリスクがあるのかとか、どういう準備をしなきゃいけないのかっていうのは、ぜひ他の動画を見ることで、またねこれ彼女さんのね気も変わってくるんじゃないかなと、まあわっちは思うんですけれども、まあ、一旦ちょっとこれありのまま受け止めてちょっと喋っていきますね。で、そのまあ悩んでるところをちゃんとこう一個一個解決していこうかなと思うんですけれども、思い切って暴露してしまった方がいいのでしょうか、幻滅されないでしょうかっていうのはね、これはねやっぱね、まあ、それも相性なんですよね。その幻滅されないでしょうかって言って、幻滅されないよなんてことは言えないし、かといって絶対に幻滅するに決まってるなんてことも言えないんですよ、まあ、なぜならば、まあ、人はねやっぱ違うことが自然であって、その正義とかその受け止められるスケベのキャパシティもね人によって違ったりとかするから、だから、それは一概にわっちはこうした方がいいよとか、幻滅されないよなんてことは言えないんですよ。幻滅されるかどうかっていうのは、まあ、結局それもまた相性なので、言ったら言ったで受け止めてくれる可能性もあるけど、だからジャブを打つのが大事なんじゃないですかね。そうだから、弱から強っていうのは私すごい大事にしてて、その何かを打ち明けたい、自分の何かを知ってほしいっていう時に、いきなりどんどんバーン、こんにちは、僕うんちにまみれてる人が好きなんですって言うと、ちょっとさすがに刺激が強いのかなっていうのは感じません？その弱から強理論で言うと、だからわっちは何かしら人に打ち明けたい時とか何か言いたい時っていうのは、まあちょっとずつ小出しにするようにしてて、まあ例えばそのじゃあどこが弱なのかっていうと、それもまた人の考え方によるんですけど、まあじゃあ例えばなんか世の中にはいろんな性癖の人がいて、なんかなんだろうな、分かりやすいところからいくと、じゃあ例えば
バックでの行為じゃないと興奮できない人とかもいるらしいよみたいな、その一つのこう一つの体位じゃないと無理みたいな案例を出したとして、それに対してなんかすでにもうマジで1個しか無理とかありえないって言ったらちょっとそこで離脱 しそうだし、まあ、まずまあそういう人もいるんじゃないみたいにこう、あ、受け入れる子なんだなってなったら、こう次の段階でこう、じゃ例えばじゃ次はあのお尻が好きっていう人もいるらしいよとか、なんかそのちょっとずつそのキャパを試していくというか、彼女のなんかそういうのをやっていくうちに、そのいきなりバーン、僕それじゃないとたけらないんですって言う前に、なんとなくのジャッジはついてくるのかなと思うんですよ。でまあ結局まあでもそれはその他人に対しては嫌だって思うけど、あなたに対してはいい、肯定するよっていうパターンもあるから、まあ何とも言えないんですけれども、ただまあ絶対になしだっていうのはちょっと感じ取れるのかなとも思うんですね。なのでまあそうなった時に、どう出す、どう打ち明けるのかみたいなのはまた変わってくるのかなと。実はこれエチチの形としてはって思うんですけど、話し合うのすごい大事だし、お互いを分かり合うのすごい大事だと思うんだけど、なんかその人によって天秤のかけ方って違うと思うんです。そのエチチが世界で一番大事な人もいれば、まあエチチは大事って大事だけど、まあそれよりも別にそれを趣味が合わなくて一緒にはやらなかったとしても、この人と一緒にいれるのが好きとか、なんかそういう何がいいかみたいなのって人によってまた変わってもくると思うので、その天秤のかけ方にもよるのかなと思うんですけど、考え方としてはまあ打ち明けて、そのまあ、中間地点を探すっていう話になってくるんですけど、打ち明けたとして、でもそれ理解はできるけど私は嫌だってなった場合に、ちょうど今あのチャット欄にもありますけど、チョコレートクリームを使ってプレイしてみたらとかってあるように、なんかちょっとこう疑似的なものでそれが再現をすることがまずお互いに可能なのかっていうのと、その疑似的なプレイをした時に、じゃあ実際に興奮するのかどうかっていうのとか、まあそれはやってみないと分かんないから、なんかやってみたらいいんじゃないかなって思うのね。でこれはまあある程度こう徐々に打ち明けていって、その一緒に中間地点を探していく。でもまあこれ結局答えを一つじゃないんで、なんか彼女もそんないきなりは決められないと思うんですね。じゃあやりますなのか、じゃあやりませんなのかは決められないと思うし、そんな一個の答えじゃないと思うので、曖昧でもいいので、なんかまあ話し合い続けていくしかないし、そんな最初からあのチョコレート塗って完璧でしたやったっていくわけはないので、まあ、うまくできなくていいので、時間をかけて向き合っていけばいいんじゃないかなって思うんだけど、ただまあこの選択をしない場合、打ち明けないっていう選択の自由もわっちはあると思ってて、その何でもかんでも打ち明けて、何でもかんでも一緒じゃない、一緒にやらないとダメというものでもない価値観の人がいるんじゃないかなとわっちは思ってて、なのでなんかそういう場合においては、あの自分がやってあげられる彼女へのマッサージを していく。でもこれ中間地点を探すにもなってくるんですけど、なんかその彼女の満たしたい欲を満たせる範囲で満たしながらも、でも自分がたぎらないものはたぎらないんだし、そんな無理せず、そういう映像を見て自分でその欲を満たして、それをなんか想像しながら彼女と向き合って、なんか丸く収まるんだったらそれでもいいかなって思いますし、っていうね、なんかまあだそうだからね、わっちがね、このね、こういう違うことが自然とか、困ったことは念を探すとか、中間地点を探すとか、答え一つじゃないよとか、うまくできなくていいよとか、これをこう今回ね本で分かりやすく紹介したいなって思う理由が、実はまさに今回のこういう質問の中にあって、やっぱそのわっちも一言では答えられない質問ってあるし、あと世の中の人たちが抱える悩みの大体がまあ一言じゃ片付かないことだと思うんですよ。だからなんかわっちはいつも自分が何かに悩んだりとか、壁にぶつかった時にこういういろんな、まあ、でも人ってちげえしなとか、まあ困った時ちょっとね探すかとか、何がこれの問題なんだっけって探したりとか、中間地点探したりとか、まあ、ちょっとこれ厳しそうな山だなって思ったら弱から強でやってみたりとかっていう風に、このね本当に今ちょうど喋ってる言葉たちを使って問題
と向き合い続けてるんですよ。だからその問題とか悩みっていうのはそんなにすぐになんか片付くものじゃないとわっちは思ってて、だからこそこういう言葉を使って、なんかその皆さんが今後ぶち当たった悩みを解決するための道具というかアイテムみたいなものをお渡しできる本にできたらいいなと思って、まあ、こういうことをね書いてるわけです。はい、なので、まあ、とにかく今紹介したようなこととか、あとはその人によって違うんだってことを受け理解した上でできる向き合い方をし続けるのが大事なんじゃないですかね。はい、でもしくは、私の息子に別の趣味を見つけさせる方法とかないですかねとありますが、それはいろいろ見てみたらいいと思いますよ。だから、うん、その本当性感染症の知識とか避妊の知識は私はいつも出してるので、それを見た上でなんか基本的にこれが危ないよっていうことをちゃんと避けたりとか対策したりとかしていくことがすごい大事だと思って、その上でその自分はじゃあ何が好きなんだろうって探し続けていくことが大事だと思うんですよね。なので、ぜひいろんなリスクとかいろんな必要な準備とかを理解した上で、その中で今自分ができること、そのだから挿入はもしかしたらそれに含まれたりとしないかもしれない、あそんなリスクがあるんだ、そんな準備しなきゃいけないんだ、ちょっとまだお金ないなとかってなったりして、そこにたどり着かない、まだたどり着かないってことは往々にしてあると思ってて、なんかその時に今自分にできることの中で自分の気持ち良さを探していくっていうのはすごい大事だと思うので、別の趣味を見つけさせる方法としてはいろんなものに触れることだと思います。はい、超難問だった、超難問だった思った以上に難問だった。あれちょっと読み間違えてるからね、あ、右なんか読み間違えたかな、ごめんなさい。はい、こんにちは、ようこそいらっしゃい。そうだから相手の性癖も結局ね、今ちょうどチャット欄で、相手の性癖は特殊でないのかな、お互い様なら共存できるんじゃないとありますが、本当まあそうで、だからこそまあ弱から強でちょっとずつこう相手どんな感じですかねってこう聞きながら引き出していくっていうのが大事なんじゃないかなって思いますね。